皆さんこんにちは、産業振興課のヨッシーです。今日は有田みかん街道に来てます。みかん街道の展望台を2021年の末に綺麗にしたので皆さんに紹介したいと思います。展望台入り口っていうのが目印です。草を刈ってくれてたのですごく綺麗になってました。もともとこの木とか腐ってたんですけど、すごく丈夫なものに変えてもらってて、滑ったりしないので安全かなと思います。雑草を刈ったところもセメントで固めてくれてるので、もう次から生えてこなくなっていいんじゃないかなと思います。そうこうしてるうちに歩いて1分ぐらいですかね、すぐ展望台に着きました。近いので子供さんとかお年寄りでも気軽に来れると思います。ここもすごく木がいっぱい生えてたんですけど、めちゃくちゃ綺麗になってます。見晴らし最高ですね。階段を登って、どうですか、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。この日はちょっとね、雲がかかってきて若干お天気が陰ってきてる感じだったんですけど、それでも十分綺麗でした。展望台めっちゃ綺麗になってましたね。よかったですね。よかったよ。ね。あ、そろそろお昼か。お腹空いてきましたね。そうやな。ね、お昼ご飯どうしよう。浜の打たせ行きます？そうしようか。ね。行きましょう。浜の打たせに到着。お腹すいた。私が頼むのはこれ、浜の歌セット。君に決めた。なぜかうどんから移しちゃいました。普通逆ですよね。でもどうですか、海鮮丼めちゃくちゃ美味しそう。撮影者はお寿司のセットを頼んでました。両方ともうどんかそばと小鉢2種がついてきます。美味しそう。早速いただきます。まずはやっぱりタチウオから。パクリ。おいしい。やっぱり新鮮ですね。タチウオはあっさりしてるからいっぱい食べれます。これはタチウオのすり身を天ぷらにしたもの。地元では骨くって呼ばれてます。おいしいんですよね。浜のおだせのやつにはごぼう入ってました。小鉢が2種類ついてくるのいいですよね。女性は結構好きだと思います。しらすも美味しい。このうどんがなんといっても私大好きなんですけど、このお出汁がすごく美味しいんですよね。浜の打たせのうどんは。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。完食。美味しいご飯をいただいた後は買い物。浜の打たせは新鮮な魚を食べれるだけじゃなくて買えるんです。入ってすぐは野菜コーナー。地元で採れた新鮮な野菜が並んでいます。でどれもこれも安いんですよね。迷っちゃいそう。柑橘コーナーに来ました。どれか買いたいなと思ってみると、本館、イラストが可愛い。これにしようかな。買っちゃいました。一袋200円、安い。パリだといえばみかんジュースですよね。種類が多くてどれにするか迷っちゃいますよね。食後なのでさっぱりしたい気分。みかんサイダー。お待たせしました。鮮魚コーナー。しれっとお客さんに紛れてます。カメラこっちこっち。新鮮なお魚がずらーっと並んでいます。あ、上の方見てください。浜の打たせの大量バタ。ずらっと並んでますね。有田市はタチウオの漁獲量が日本一なんです。皆さんご存知でしたか？ここでしゃぶしゃぶ用のタチウオを発見しました。
以前テレビの撮影でいただいたことあるんですけど、すごい新食感っていうんですかね、初めてしゃぶしゃぶいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったんで、また食べたいなと思いました。浜の打たせ寿司のコーナー、お土産にちょうどいいですよね。握りの12貫セットと8貫セットが売っているのと、これもまたちょうどいい量の海鮮丼が売ってました。これ買ってお出かけして外で食べるのもいいですよね。お次は水産加工物のコーナー、シラスがたくさん並んでます。これだけ種類あるとどれにするか迷いますよね。どっちにしようかな、こっち、タチウオ店にしました。最後にエビせんコーナー、ありだと言えばやっぱりエビせんですよね。この日は大好きなお砂糖味がなかったみたいですね。残念。また今度来た時に買うことにしましょう。この日は平日でしたが、お客さんはいっぱい。皆さんもぜひ遊びに来てくださいね。いっぱい買えて大満足。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。オッケー。使わんと思うけど。